さあ、7月31日木曜東西戦、始めていきたいと思います。これやっていきましょう、はい。さあ、そんなわけで、本日、かなり人数集まりました。30名、海外勢や、そうですね、なかなか珍しい方もいらっしゃって、かなり大人数となりました。盛り上がると思います。そんなわけで開幕がミジンコさんの Q VS、ドロニーさんのダットリーというわけで、本日マイク相方ザビさんになっております。あ、どうもザビです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ザビさんはちょこちょこ東西戦来てる。俺最近全然来れてなかったから。いや、僕もかなり久しぶりですよ本日ね、そう、あのザビリンゴリーダーということでザビリンゴフグでヤバンパクエントリーしているので、まあそんな流れもあり、はい、2人リーダーをお願いしたわけですが、そうですね、僕とリンゴさんで、はい、やっていきたいと思います。そうですね、ぼちぼちヤバンパク開催、まああと2ヶ月ありますけど、はい、投票もそろそろ盛り上がってくるかと思うので、そうですね、来月からなんかすごい5票ぐらい、なんか1人にこう集中してられるみたいなんで、そうですね、5票一気に集まるっていう、そうですね、はい、なんかかなりなんか荒れるんじゃないかって思ってて、前回もまあそうでした。さあ、ここは連突決めて取り返していくミジン呼吸。そうですね、こっからあのラスト1ヶ月のスパートが、毎回ドラムを、前回のドラムを見ましたからね。おお、最後本当荒れましたかすごかったっすね、なんかもう。さあ、Q ダットリーで開幕、かなりいい勝負。画面して投げる。ドニーさんかなりいい動きですよ。ここはしかし勇気の連突ですね。まだわからないっすよ。おお、さあ DA から、さあダドは3ゲージ持ってるので寝かせれば全然わからないが、これは惜しい。しっかり反撃決める、はい、ゼロドット、ワンドット、ブロッティング。さあわからない、これで特許ね。ダトリはゲージがある。あれちょっと早かった。さあ寝かして、おー、壊しなのね。壊し、お見事、勝ったらミジン呼吸。よっしゃ。さあ続いて、これ P でいいのかな。さあ、スピゴ2人目、ドライさんの Q を登場。 SA はもう完璧固定ですね、ギガスフリーガー、うん、ドライさんのギガス以外は使ったりはしないんでしたっけ。いやー、見たことないな、うん、そうですね。あと毎回あのプレイの色が、キャラクターの色が違うっていう。そうですね、はい、さあ9対95で、レッドストピー、ギガスのところミート決まって、さあミート、うわー、出た、これ天下の宝刀炸裂。これは本当よく見ますよ、本当、はい、さあ当たりましたと。いやー、でもやっぱ食らっちゃうんですよね、あれ。なんかまあ食らいますね。サビさんは悪くない、や僕悪いです、すいませんさあ2戦目、さあミジンコさん、ここはちょっと落ち着いていきたいですですよね。ギガス食らうとやっぱどうしてもひよっちゃうんで、そこをちょっとなんかなんとかこう、ギガスだとある程度 Q が1回でも PA できると食らった時のダメージがかなり変わるんで、はい、1回やっていきたいところですけどね。これは大きいですよ。さあ、捕獲コンボで PA、 これで2回決めた。そうですね、端々とかに行っちゃうと確か EX ライダーと届かないんじゃなかったかな、あれ。はい、EX の問題届かないんですか。咎める術がないはずなので、さあしかし画面端にねじ込んだ。おお、今度逆策、しゃがみのやばいっすね、あれ。あー、ガードが間に合う。回していたが、さあワンチャン残るか。残らない。残った。ドライさんすごいいい顔してます。ドライさんすごい嬉しそう。さあ、さあこれで2-2、パイのチュンリーか。はい、さあ、今週頭ぐらいから、イタリア勢が4人遊びに来ておりまして、はい、なんか2週間ぐらいいるそうです。お、8月10日ぐらいまでサマーバケーションって言いながらすごい楽しそうにみんなサードしててですそうです、じゃあぜひ明日もあのバーサスに来て、あのそうですね、多分いいです。火曜もミカドにいて、水曜ニュートンにいて、はい、で今日バーサス、はい、楽しそうにサードしますよ。おー、しかしコッコムーンが入る。おー、
いや投げすかりしっかり叩き込んだんですが、逆に先ほどギガス決めてハッピーになったドライさんがさらにどんどんハッピーになってきていやでもドライさん調子のいい、あのテンション上がってて結構怖いですからもうそうですね、もうなんかさあ第2ラウンドハッピードライですからね。おーさあーここはしかしジャンプだけ通る。おった、あードライさん反応いいですね。立ちダイバー吸い込んだ二択を回避、おうまいです。スピバで潰していった、あれは漏らしてしまった。ワンブロからの2回転、はい、ツバイドライト。さあドライさんギアスでゲージ放出したけどハッピーゲージはどんどん溜まってます。ハッピーゲージ溜まってますねあなたの出番よ。さあワンピーが3人目、アオヤンさんのヤン、ごめんなさい僕お初かも。そうですね、お初じゃなかったらごめんなさい。ちょっと僕もそうですね、今回初めて。でも先ほどの乗り合いした感じだとかなり強い。あ、そうですね、動いてましたね、はい。さあヒューゴ相手にこれはお見事、ガード不能からしっかりダメージ奪っていく。最後当たらなかったんですがヒューゴの体力がもう3割しかない。しかし体力大幅リード、はいはい、いやーこれは厳しい。これはもうほぼ実質積み状態ですね、ギガスがないと。いやー厳しいですねこれは。さあ第2ラウンドやっぱりね、このガードフローがきちんとループするとヒューゴといえどかなりダメージ取られちゃいますからね。そうですね、もう下手したらなんか 4,5 割とかいっちゃいますから。あ、本当にそのぐらい減るこれはさあここは裏回り、おーこれはかなりうまいですね。あーこれちょっと細いが切れて、いやー減る。今ちょっとギガス確定か。さあギガス通るもわからないが、対空のバリエーションが、あースタンが入る。しっかり対空使い分けてますね、ゲージも見てます。これはお見事ですね。さあ青山さん勝利、はい、もやしさん、もやしさん、もやしさんお願いします。これはさあ3人目と3人目並んでいい勝負、 2P が出てきたのはもやしユリアン。さあもやしさんもごめんなさい僕ちょっとお初です、誰か情報あったらください。そうですね、というところでヤンユリアンですね。はーい、 SA は精鋭ではなく天心に切り替えてしっかり確定反撃決めていますですね。タックルにしっかり EX ボールを投げた、しかし後ろ前に入ってしまった。こうなってくると厳しいですね。しかしちょっと隙間があるんで、そうですね今の、あーうまい、うまいです、タックルが横発、うまいですね、もうザホームランでございますいやでも今あの甘い手前張りに百個とか打ってたんで、はい、ユリアン対策もできてますね青山さん。これあそうですね、固めがかなりうまい印象で、はい、ですね、しっかりなんかこうヘッドにも対応してるイメージ。さあ亀橋押し込んで、ここはダッシュリープ、ヤンはこれで体力半分持ってける。投げが通って、おおできる、あれさあしかしそしてタックルの後で画面端にも押し込んで、あれは一発目ブロって靴台吹いて確定なんですかね。ですか、ね、おちょっとでも遅れると怪しい、怪しい、あーいやーゲージ入って殺していく。い最後は冷静な詰めでしたね、もやしさんさすがです。さあさあ 1P は4人目、バルマニアのネクロ、はい、イタリア勢のイタリアからの資格2人目です。ネクロ、さあネクロユリアンというなかなか渋いカードになったんですが、うん、個人的には割といいカードです。いいカード、はい、お互いも画面端で、殺しきるっていう感じで、地上戦とかでも含めて、うん、かなりお互いやれることも、やられて嫌なことも多くてなかなか面白い組み合わせなんですが、ここはさあ投げで切り返していく、打ち切ってしまうんですが、これタックルぐらいしか反感がないので割と打ち切り OK なイメージですね。ヘッドが下がっちゃうんですよね。ですね、ヘッドも当たらないし肘も一発目しか当たらないので、うん、おーだからここぞって時のブロが冴えますね、もやしさん。ジャックトル2発目赤ブロ、あーこれはさあここがどおー投げを読んでのスタイプですね。そうですね、この距離だと弱田だけですね、まともにダメージが取れるのは弱田だけです。あそして投げ返されなければ画面足結構しっかり維持できるので、ネクロ側もかなりいやらしく攻めれます。これですね、まともにいけないのが。あさあ、タンカー逃さない立ち回り、
おお、なんか工作れて。あ、これはいいですね。ディープが通って。さあ、ちょっと。出ていないか。背面投げ、これ結構痛いぞ。しかしまだユリアンが谷を潰れた。ワンブロ。ワンブロ。おお、うまいですね。あれは投げじゃ割れませんと。お見事。はい、いたりするのかな。さあこれで5人目か。はい、5人目、ランのチュンリ ー、イタリアからの資格その3。さあ3人目チュンリーユリアンというこの組み合わせですが、さあここはどうなるか。さあこれはしっかり落ちる。当たって、あーうまいですね。三角飛びで台足食らっても画面端をしっかり逃げていくと。さあ1本ゲージがあって、一本これギリギリ圏内かな。これはあこれで圏内ですね。はい、こっからかなり厳しいです。そうですね、やっぱり。うわ、さあこれでは死なない。あーあー、ちょっと遅らせた。おお、うまいですね。何を読んでの遅らせたエイリスだったので思ったより逆になりましたねさあゲージは入ったが、先制したのはもやしユリアン。さあ靴大系で強気に攻めていく。さあ遅らせた大足、グッチコンボ決める。しかし膝ヘッドで浮いてたが、ほよくは出さなく。おお、枝っぽい。そして三角飛びで華麗に逃げる。いいですね。しかしダメージはかなり奪いましたねさあそしてほよく2本なら、お、さあさあこれで蹴んないか。おお、裏回り。あ、踏み込み中足からほよく戦。凄まじいまこりでしたね。いやー、お見事。さあイタリア勢から拍手が湧く。最終ラウンド1本半以上あるのでこれは跳ねない。さあ1本固まって、あー、これは危ないか。さあ、たくられ倒して、おお、お見事。ジャンプから水ジャン大剣しっかり叩き込みましたね。今すごいですね、最大にやってきました。さあ一瞬怖い前だが、ここはしっかりガード、ダッシュ投げ。しかし後が続かない。さあちょっともう一本貯められる前に倒したいです。ですね、一本貯められてもかなり厳しい状態になっちゃう。お、うまいです。タンから逃がさない立ち回り。キープ、うまい。あ、ちょっと投げずれたか。エースエース、ゲージあるんで有効な場です。これかなりもうわからないが、これでエイジスをタックルエイジスを通すと厳しい。体投げ、まだわからない。あー、ひじ暴れタックルすざまじい暴れですね。さあこれで、もやしさん3連勝。かなり乗りに乗ってる感じで、6人目は 1P 側鳥さんのダットリー。さあ勢いに乗ってるも、うん、鳥さんもなんかちょくちょくバーサスに来るイメージ、はい、さあフグから情報が入りまして、うん、普段溝の口の対してでやってるプレイヤーらしく、先日フグと組んで川崎のプレイヤーなんですが、先日フグと一緒にその溝の口の大会で2on2で優勝したそうです。おとフグが人のことをあれですね、人の紹介するついでに自分のドヤポイントをしっかり説明しに行くっていうこのポイントの高さですね。確かになんか。さあこれしかしかなりいい勝負になってるが、引っかかる。お、拾っていく。もやしさんでも勢いがすごいですね。いやー、ゴルゴル押しますね。イリアン結構ゲージ残したがるんですが、うん、1本取るときゲージを惜しまず迷いなく使っていきますので、甘えないですね。はい、あの辺すごいと思います。さあ投げるが、ちょっとゲージがない。水準だけ強い。タンカー逃がさない。お足が通って、すごいですね。ちょっと緊張してるか。さっきほとんどなんかエイスの2択が通ってます、ね、ほぼ全部通ってます、ね、すごいですね。じゃんけんが強い、立ち回りも上手い。おお、わあ、強いぞこれ。すごい、4連勝マジか。さあこれはかなり押されてますね。さあさあ来ました、赤い剣。イタリア勢本日最後の資格、レバーの剣ですね。はい、
この剣はちょっと先ほど入った情報だともうかなり強いっていうなんか、はい、しっかりの字は動いてましたね。もうかなりもう、はい、さあしかしイタリア勢も屈指の強さっていう話を伺ってますですね、はい、ここはユリアン剣なんていうカードなんでかなりいい勝負だと思うんですが、しかしもやしさんが乗ってるかこれは。さあしかし切り返しがうまい、画面中央に戻しましたですね。剣ユリアン側もここからまた押されないでどんどん押していきたいところですね。おお、よく見てます。タックル手前止まりはしっかり押し置きしていく。おお、攻めプレス繋がる勝利ですね。いやこれ強いぞ、うまいっす。逃げてや、リスク管理もしっかり。ああ冷静に。さあ波動拳、さあ消せるシャドウあればですねこれ。竜巻裏手から第2ラウンドスタート。こう逃げてやがユリアンしんどいですね。あーあれは繋がない。固めがうまい。さあここも体力半分奪うが、おお。この EX、さあしかしユリアン1本半あるとかなり怖い。そうですね、ここだともうロッカーでもしてこういう触り方、おお強気に攻めてくる。ユリアンが前捨てした勝利確定です。あれはさあ中 P で固めていく、これがユリアンかなりきついです。さあこれはユリアン止めていく感じになるか。ああさあちょっとロケ取ったレバルが、さあこれガードフローいったか、タックルヘッドではなく裏回ったか、ゲージがでも残った、ゲージ吐き切ったらどうなる。おお冷静な下がりですね、下がって中足勝利を何度か見せてるんで。画面が赤い真っ赤っかでございますが、4人目2P 側タルバイン登場。あ目がこれはちょっと、はい、さあ海外からの刺客お客様をタルさんはどういうスタイルで迎え撃つのか。さあもちろんさすがにイタリア勢はタルバイン連携知らないでしょうからね、はい、そもそもねやっぱり、まあ、遠征勢とか海外勢全部に言えますけど、なかなかレアキャラと対決してない時にこういうところはきつい攻めと言いながら、この置き攻めゲットしてかなり動き熱いですねしかしさあ来たタルバインさんの連携がさあぐちゃぐちゃにしていくスタイルか、これは打ち切ってる、陣内も殺さない。さあタランブルはできず、ここはできる、タインさんやっぱ飛んでくる、出た。さあ画面もうローリスクですね画面端しっかり逃げてきますからね、これね、これはもうこれはもう飛びを待って、あーあー出た、出た、押し切る凄まじい、パラしていいんだよ、レバそうっすよパラしてもいいんだよ、僕だったら飛び待って飛んだら昇竜拳っすさあちょっと動き硬くならなかったらいいんですが、第2ラウンド、そしてブレイブ2本あるのもちょっと怖いです。あの距離で投げ暴れ出していく、冷静によく動きを見てほしいですですね。ラインさんこういうところはしっかりあれですね、足を上げていくのはいい感じですね。あれだな、後半シリンクしている、おこれはでかいっす。ああダブル勝利入ったか、入んなくてもまあ体力は並んだ。さあどうする、かかと、さあエルナ飛びが速いっす、波動はちょっと危ない、うまく逃げる、さあどうなる、ちょっと剣側ゲージがなくて攻めあぐねてるか、そう飛びを待って、では投げが通る、もつれた、おーそうです、ここ勝負強い、素晴らしい、そうええー、なーこうタンデナーのめくり中継かなりきついです。さあ第3ラウンド、これで冷静さを取り戻せたか、バインさんも2ゲージあるんで、出た昇竜拳、体育しっかり、バインさん多分あれかなりきついと思いますですねおおここもノーキャン陣内しっかり。さあイタリアであの感染組がだいぶ高まってます、はい、そうですね、さあイタリア勢盛り上がっております。しかしタルさんの失うもののないぶっ込みがここから来るのかどうか、さあここはブタンズに投げ勝利権、投げで暴れ、
さあ、不思議な緊張感があたりを包むが、お前一勝でしっかり、しっかり回して、一勝で、さあ、やれば2連勝、まあ、素晴らしいです。さあこれで逆転の目になってくるかレバー2連勝で、ヒーローが5人目レクトルさん、今日ヒーロー3人ぐらいいるのか。そうですね。さあこの後あ佐野さんなんかもいるので今日ヒーローかなり多い。あ、イエキサツマキこれかなりきつい。背もでかいから本当にきつい。ヒーローには本当これですね。しゃがんでても当たりますかね。終わってます。コパンで落として、おお、これはさあ投げていく。ヒューゴはそうですね、あのめくり竜巻はぶろえない、空中竜巻はぶろえないともうかなり剣がなんかやりやすくなってしまうんで、あの初段表2発目裏とかいう、もうどうしようもないのもあるじゃん。そうですね、ほんときついですね。 あれはもう見ててね、切なくなりますよ。やっぱ上手い人でもなんかなかなかぶろえるのは難しいみたいな。あー惜しい。さあハンマー当たるか、空中ぐらいなんで熱い。しかしこれは置き攻めがついてしまう。パームでギリギリたまんなかったですね。そうですね、惜しいです。さあ体力、さあ冷静に谷を詰めていきたいところですよ。たか、いや剣側が落ち着いてるんでヒューがちょっとぶっこみづらそう。ゲージが溜まってきた。おー、おー、見てるだからか。さあ長いゲージもあるんで。そうですね、いやこれっすね、あれ甘当て方がうまいですね。なんか甘当て方きついね、あれね、きついっすね、あれ。さあ長い時間をしっかりしっかり取っていったのは、さあうまく EX 竜巻を使ってリードを取ってきます。まあダメージ少なめとはいえね、なかなかあれで表裏殴られてると本当にめんどくさいんで。そうですね。おお、ネタ持ってたー。ここガードしてた。さあさあさあミートも飛んでる。うまいっす。しっかりしっかり TC ワード陣内下ブロック。おお、ロケ熱い。これかっこいい。かっこいい。低いことやりますね。さあここは無理に攻めなくてもいい。あっ、おー、しかしここは吸い込んだ。おー、いいっすね、冷静に下段対空ですね。さあ、あの人さん、さあだいぶ追いつきましたね。7人目と6人目。そうですね、レバさん大活躍。はい、 2P 側が、あの人、本日はリュウですね。さあビギナーズで、リュウエレナなんかも使いますが、まあユレンなんかもたまに使うな。本日はリュウで参戦、うん、SA は電人ですと。さあ電人ちょっと待って。さあギリギリスタン。そうですね、ここはちょっと残りましたね。うまいっす。いや対空がしっかり通る。そうですね、やっぱり多段対空だとちょっと一点読みじゃないとちょっとブロえないんでですね、うん、バレない限りは、やりすぎない限りはかなり有効です。しかしここはしかし冷静にしっかり冷静に手堅い立ち回りですね。さあこの辺もしかし分からん殺しの領域に入るかもしれない。この電人竜ですね。あー電人うまいですね。さあ画面端に行かないようにだが、おーうまい、空中は前に逃がさない。さあジャンプせずに安定して2段決めてきます。行きましたね。激殺巻き下ブロー。下ブロー、しかし冷静に、冷静だった。いやレバさん強かったです。ナイスゲーム。さあ再び画面が赤くなって登場したのはキラキエレナ。さああの人さんはエレナも使うんでちょっとエレナ対策をちょっと見どころかもしれないです。さあワンピーが追いつかれそうなところを、ツピー側か、うん、あの人が止めましたが、ここで出てくるのはキラキ側と。おお、しっかり確定。うまい。これでスタンが決まる。デンデンデン、しっかり決まる。あの人さんパーフェクト。体力緑のままで第一ラウンド取るのはアストリュウ。あの靴ダイビー竜巻うまいの。すごい。さあ、あの台形強い。ラウンド8強いですね。これですもんね、下段をかわすと。あれも2段なんでちょっとブロイにくいですよ。エレナさん、そのおーしっかり反角中盤ブレイブ。キラーキーさんすごい押し付け方を知っている。そう、そしてリードしては無理はしない。しっかり空を切りますね。この下段が、おお、スイジャンの大 K 大パン大 K です。あれは大 K か。すごいですね、反応がいい。さあ取り返して最初ラウンド。
あちょっと波動危ない。エリナ飛びが速いんで、そうですね、波動すごいなんか止まりやすいんで、うん、高さもあるんですけど、その飛び自体もかなり速いんで、そうですね、もうなんか、はい、振りやすそうで結構飛び道具とかポンポン飛ばれちゃう感じですね。ふわっていっちゃうんで本当になんかなんかもう上りなんか弾無敵なんじゃないかってぐらいなんかこう、あそうそうそう上昇速度がすごい速い、ストフォーみたいななんか飛びなんだ、あーそうそう、そんなイメージ、そうそうそう、これ、はい、飛ばれちゃいます。さあ画面端、一旦電磁の恐怖があったんですが画面中央に戻って、あさあバレットでぶっ込め、バグステ、そうです、その距離強いですよ、その距離で靴 UP 出してれば技結構潰せるんで。さあここでスタンジ9割で残るが中ゴス、違法ついた中ゴス、さすがです、ンンいやすごい、なんかいい中ゴスでしたね、なんかさあ9人目、9人目か、9人目登場したのは佐野ヒューゴ、おそらく、ごめんなさい、僕も全然来てないんで恐縮ですが、本人久しぶりって言ってたので、そうですね、久しぶりです、東大戦久しぶりということになるんです、はい、このヒューゴは本当に強いです、めちゃくちゃ強いですよ、これですね、ここで登場してきて勢いを止める形になるのか、全然なんかもう5発、4発当たった、さあ、あの天神無傷でやり過ごしますからねすごいですね、なんかすごいブロが上手いですよ、本当に、いや上手いですね、本当にそう、こうやってブロっての確定反撃、こう最大とかすごい上手いイメージ、そうですね、高めブロったらしっかりこかせて、低めブロったら投げて、もう完全にもうヒューゴ1軍クラスの実力なんで、本当さあ空対空ブローバシバシ取っていく、ミートで画面端、もう一回ミート、ー冷静です、ダブロダブロ、さあ落ち着いて佐野ヒューゴ先生、お互いゲージがマックス、さあどうなる、さあ先ほどちょっと感覚気味のハンマー打ってるっぽいんですが、ここはムーンが決めていく、下を出し見てうまい確定です、さあプレッシャーが凄まじいですね、いやーこのヒューゴ相手すんな怖いですよ、これ本当にで、こういうとこしっかりグラップっていうね、そうです、勝ったい大回数もん、もう勝ったいですね、うわーうわーこれはおお小足でフィニッシュ、佐野ヒューゴ強い、さすがの立ち回りですね、さあマットさん、あなたの出番よ、さあ7人目、マットダットリー登場で、先ほどちょっと申しそびれたんですが、佐野さんがね確か小田原の方なので、小田原、はい、結構ね、あの要するに神奈川方面か、あ小田原、そう小田原なんですよ、佐野、小田原、はい、小田原めちゃくちゃ遠いとこ遊びに行くで、マットさんも普段は富士山とかでちょこちょこ、これの溝の口も行ったとか言ってたかな、プレイしてるということで神奈川対決になりました、さあパーム空中ぐらいにはしっかり PA 確定させていく、マットさんなんか対戦した感じかなり怖いダッドリーですよ、いやーガリガリぶっ込んでくるタイプです、ここはしかし、ね、ぶっ込みつつこう対空もなんかしっかりしてるっていう風で、ね、なんかバランスいいタイプですよね、はい、はい、うわー対空しっかり引きつけてジェッパー、そうですね、こういう面がすごいしっかりしてて、ダメージところは取るとかもしっかり取ってくるんで、はいはい、はい、怖いっす、さあダドヒューゴキャラ差はありますが、ヒューゴここからどうしていくか、あ打ち切ってしまう、さあしかし弱コークだったのでちょっと反撃難しそう、おおワンブル EX ラヒャット、そしてミート通して、さあいやらしい距離でヒューゴが待っていく、そしてジャンプ大型ハンマーマウンテン、大型潰しましたね、さあうまい、さあヒューゴまだ全然あるが地上戦うめえ、うまいっすね、勝ったいですね、ジャンプ大パン、しっかりこう暴れも対応して、いやーめちゃくちゃ画面見ますかねこの人、さあフォローのコーク、ここああこれはちょっと出なかった、ちょっと間に合わなかった、さあバラを重ねてカニオガード、さあさあこの画面足を脱出できるかどうか、徐々に押していくが着地にカニを通す、さあこれはかなり厳しい、ここからうまく切り返せるか、おお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 
いやお見事勝ったのはトラトリエ、よかったっす。タミーじゃないかな、これ。さあ、そろそろ佳境に入ってきて10人目。さあ、タミーのチュンディ。タミーさんですね、そのビギナーズ卒業した。そうですね。さあ、色が青になってますが。さあ、ダドバーサスチュンディ。この間、確か10先でも天ぷらさんとやってたり、結構ダド戦はやってるっぽいですね。そうですね。うわー、しかし赤入って画面端は痛い。タイクにはしっかり元気いくよ。うまい。これタイク落として。下がって中央しちゃったか。これは圏内か。圏内だがでしょうが、さあカラシャン挑戦がいろいろ混ぜてくるか。はい、さあここもガード。さあバレを警戒しつつ削っていきたい。さあぶっ込むのか。あー、コパン中足。さあ労働連携ですけど強いですね。さあまずはタミ先生。わあ、さあフォーク出なかったか。暴れたー。打つか打つか。あ、まあでも2本あるから。魔法欲ですね。2本あるんで1本使っていく。おけんキング強っ。あー、打ち切っていたー。おお、暴れも警戒して冷静そのもの。あれがうまいっすね。弁当屋。さあここで弁当屋の Q 登場。そうですね、真っ赤な Q 登場。さあつかず離れず、12名8名ということでかなりいい勝負になってますが、ここはチュンリー Q。 なんか今はちょっとバインさんから聞いたんですけど、この2人今度なんか10先やるみたいですね。ほう、前哨戦みたいな感じになってますかね。前哨戦としてちょっとそこら辺ちょっと注目していきたいです。さあかなり熱い勝負になりそうですが、さあここまではちょっとタミー優勢か。さあ冷静に前管理してですね。あーちょっとそれ危ない。さあ画面端だと怖くなるが、再び様子で逃げる。踏みつけていく。一生踏み込んでいく。しかしあれが強い。いやー、あの判定どうにかならんのかな。本当にそうっすね。ヘッドとかもポンって蹴られますから全部潰れるもん。あ、第2ラウンドを、腹部ゲージは溜まっているが、さあ間合いがうまいっす。あの立ち台ゲージですね。そうです、あれがもう投げが、やっぱ投げキャラ、ほんとあれがほんときついです。おー、マジか今の。確認してっか。これで半分ゲット、BSK。 投げられてもお構いなし。さあおー、ちゃんと潰す。潰す、すげえ。あの技すげえ。さあ、Q。 動きは鈍いですが、破壊力はもちろん高め。一度飲まれたら一気に持ってかれそうなとこなんですが、そうですね、吸い込んでいく。まあ、チュンリーはそうですね、まあ、ゲージ使わないでですね、2ゲージ残したんで。さあ腹部はしかし8割たまり。そうですね、これはどうなるか。お互いもう SA 決めればもう、ここは先に決めたのはタミ。さあ PA ない方がかなり痛いんですが、ワンブロック。さあ今金か円か迷いましたね。微妙な距離でしたね。さあちょっと冷静に距離を取ってですね、様子を見ていきたいところ。突進メリコムとチュンリーしゃがみで当たらないので、この辺の間合い管理すごい難しそうです。そうですね、この辺でジージーやりつつ近づいてプレッシャー。いやー、しびれるこの地上戦。さあお互いボタンを押すのか押さないのか。さあここはチュンリーが前に出た。Q もワンブロー砲力が、あ、本当じゃない、ワンブロー腹部がありますからね。ありますからね。これうかつにボタン押せないですよ。グラップ。さあかなり緊張感。さあ残りは30秒、体力お互い半分以上残ってる。さあどうする、これ。さあさっき、おっ、ちょっと逃げた、投げる突進ピエ、ここまで。突進当たりましたね。おお、一気に殴り合いになって投げられるが2-1、暴力はガーッ。勝ったのは弁当屋。
森川健は久々に出てくるんじゃないの。森兄はでもなんかサブだ、結構なんかサブでそのなんだ県で出てるイメージなんですけど、あ、いろんなキャラ使うんですけど、うん、割と東大戦隊は豪気のイメージですよね。あ、そうですか。なんか最近はでも豪気あまり見ないですね。ほとんどなんか県ばかりなイメージ、前はほとんど豪気だったんですけど。あ、そうですね。さあそしてそんな森川健と先ほどの激闘を制した弁当屋なんですが、間合いがうまい。捕獲の間ちょっと手前あたりが厳しい。冷静ですね。シャガ中からノーキャンディンダイ。さあナイス、ダッシュショール。ここはつらえなかったさあゲージ残してそっちを優先にしたのか。投げていく。さあ弁当屋かなり反応が早いんだよ。本当ですね、うん、浮かすなしダッシュとか全部本当に見てるんですよ弁当屋も。これさあ第2ラウンド、じりじりした地上戦の様相を呈しているが、タッチ火で突進潰せる場合があるんで、そこの距離でこう牽制していくのがいい。はいはいはい、その投げ前のとこね。そうですよ。うまい出しからここはそうです。その前ですね、その前がかなりうまい。投げがスカルが、さあ勝利になっているが、お、冷静に。ここはワンブロジンライ、チュアシンライ決めて竜巻、ノーマルだった。間に合わない。追い打ちしっかり、どうし、おお、確認してきますね。さあ大突進でぶっ込んでったね今。距離的には中突進当たりそうなとこですがずらしも意味もあったかも、うん、さあ体力有利を取って再び冷静に。うまい、うわー中足厳しい。しかし投げる森川さん、差し込みがうまい。さあワンブロそのままいった。投げてくさあ、貫禄の勝利。いい剣だからまだ。じゃあと対戦さんがちょっと休憩ということで。じゃあなるほど。さあ出てきたのはランドリーマン9人目。さあ11対9とちょっと離れているが、ここで森川さんが鬼のコイン徴収をしていただければ、うん、まあなかなかいいことになるんじゃないでしょうか。さあさあこの剣対剣、ザビさんはどっちの剣を応援してますか。僕、はい、僕はいや同じチームの森か、森いいっすよ。やっぱりそうですかそりゃそうです。でも若いランドリーマン、実は僕と同い年。あ、そうなんですか。そうです。ランドリーマンさん、僕より下だと思ってたんですけど、実は結構上の方で。なんか30安歳です、うん、30安歳なランドリーマンの人ですなんと太平さんよりも上です。そうですよ、若いよね。若いですね、見た目は。かなり、うん、いやプレーもなんかすごい、なんか勢いがあってなんか若々しいっすね、うん、まあやっぱり別ゲーで全一になるだけのことはあるこの男。あ、そうなんですか。そうです。別ゲーというのはあのロボットアクションで1位を取った男、ランドリーマン。ロボットアクション、そうガンダムですか。とある、いやガンダムよりも前に出てたロボットアクションです。あのセガから出てたロボットアクションで1位取ったランドリーマン。しかしラウンド取ってるのは森川。さあランドリーマンさんもすごいなんかどんどん上手くなってきてますか。なんかもいや今ランドリーマンはかなり面白いですよ。あの上の格上とされてるプレイヤーをどんどん倒してるんで。そうですね、なんかかなりマニアックスとかでも結構活躍してますよ、はい、そうですね、マニアックスもそうですし、あとは他のカヨミカドとか、うん、いろんな大会で格上倒してるんでかなり注目度が高い、うん、しかしここは相手が強い。森川さんがさすがの年季、森川さんが強い。ワンブロ勝利、うまい。勝ったのは森川。さすが。さあ続いてはアスガリさん。さあ2プレイヤーが出てきたのは10人目アスガリ。さあアスガリさん、エレーナも強いんですが最近はヒューゴがかなり多いですね。そうですね、いやヒューゴのモチベがかなり高いみたいで。どうしたんですかね。何ですかね。でも実際ヒューゴめちゃくちゃ強いですと思うんです。強いですね、はい、ヒューゴ、うん、SA もいろいろと使えるし、うん、そうですね。そうこういったなんかかなり読み合いというか。しかしおお、アツガリさんがこれ勝ってしまうと次が自分なので森川さんには頑張ってほしいさあこのアツガリ剣じゃないや、ヒューゴ剣といえばきついのがあの
龍じゃないや、剣の GX 空中竜巻。そうですね、あれがもうかなり厳しいです。あれが鬼のように強いですね。僕も剣使うときはもうあればっかやってますね。わかりますよ、嫌がらせですよね。そうですね、もうさあ、しかし落ち着いているアツガリー。まずは1ラウンド選手。でもアツガリーさん、あれをなんかこうブロ、はい、結構ブロってくるんですよ。僕前ちょっと剣でアツガリーさんのヒーローとやったとき、はい、なんかネクリエキス竜巻とかなんか全部ブロられて、おなんかやばいなと思って、なんかこれどうすりゃいいんだろうみたいな。あれ打たなきゃいいんじゃない。確かに。でもあれ打たないと僕なんか地上戦下手なんで。そういうこと。しかしここは当たっていく。これは何かザビさんの剣とのセンスの違いなのか、森川剣。いや、多分打つ角度とかさ、タイミングとかあるんじゃない。そうですね。同じところで打ちすぎてるとか。そうですね。なんか最初1段目だけ表で、残りから2段、なんか2段目から裏とかもあるんで。なるほど。さあ、そう、あれは全部裏になっちゃう。さあ、優勢なのは森川だが、ゲージが怖い。さあ、即死圏内。アツガリさんといえば、結構いざっていう時にギガス出す人ですからね。そうですね。全然油断ができない。さあ、しかしギガスを通さない立ち回り、堅実な立ち回りです、森川さん。そうですね、森川さんのこういうところは本当にうまいですよね。そう、はい。しかし、これは近い。怖い。さあ、今のは怖いですね。ヒヤッとするところですよね。あれ、すいません、パームの後歩いてギガスとかもできるんでちょっと怖いです。やりますからね、アツガリさんクラスは余裕でやってきます。さあ、ここでブロリ始める。まあ、結果的にはノーダメージなので全然 OK でしょう。そしてワクワク陣内、しかし落ち攻めはちょっと怖い。押していく、ダッシュやっていく。ここが心強いですね、相手の心の穴をついていく。そうですね、ダッシュにとっさにギガスとか無理ですかね。そうですね、よっぽど狙ってないと。さあ、しかしゲージが溜まるまではアツガリさんもだいぶ攻めていける。無理はしない。おー、うまい、確定ですね。もうまさにアツガリさんのターン中に最高の攻撃が決まった感じになりましたね。さあ、これ昇竜拳はガードされて、わー、おー、うまい。キックで勝ったのはアツガリ。そして次は私でございます。頑張ってくるよ。はい、ウキさんお願いします。なんであいつあっちいんだ。さあ、ワンピー側12人目、フグですが、相手チームのコロスケが最速で煽りに行っております。さあ、フグさんのホームフリーダムでしたっけ。ハワイの集合なんか王国って、ね、そうね、なんかすげえいっぱいいるんでしょ。そうですね、なんかもう場合によっても1日中集合とばっかりやる日もあるみたいで、集合戦かなり違っていると思いますね。さあ、かなり。さあ、そんなうまい、しかし熱がりさん上手いですね、これ。うわー、シュート持ち込んで。さあ、PA 確定なのかな。さあ、球きつい。さあ、ガードフローもケアしなきゃいけないのでかなり渋いところですが、もう一個。うわ、ガード回ってる。おー、冷静な対空ですね。投げ前ギリギリ外でしたね、今。ちょっと惜しかったです。さあ、第2ラウンド、うわ、大パン痛い。さあ、先ほどラウンドでしっかり球を入ってしまったので、オロガは球、ゲージためからスタートか。さあ、対してヒューゴは2ゲージ。もうガシガシ行きたいところですね、ここは。溜まる前に、そうですね、さあ、主導権を握れるか。エクスパーム。いや、しかしこの、ジャンプ、ハイジャンと2段ジャンプでさらっと逃げられてしまうあたりが9ゴールを物語ってるんですが、です、難しいですね、タンから逃がさない立ち回りというのは。いや、厳しいですね。さあ、あれはさあ、フグさん一生飛んでいく。ワンブロッ、あ、さあ、これで、そう、このバックステが早いのか、オロね、バックステが高性能ですね、本当に。投げの後になんかタクになんないのは。おお、飛びをよく見ている。ええ、今の。さあ、厚貝さん負けてないですね。いやー、かっこいいな今の。さあ、お互いゲージマックス。いやこれは本当に。いや、行玉のマックスとかマジ怖いよ。さあ、投げてくる。キャラちゃん投げが通っていく。さあ、画面足はまだ遠いが、これは球は。EXも、おお、投げてくる。おお。さあ、画面端は入れ替わるが、やっぱしかしまだ俺側にゲージがあって、ここでヒューはバラしていく。さあ、打ってきた。そうです、これが、うわー、倒しきる、フグさんが。いやー、いやー、サンダーフリーダムの話を
をしたのに、フミガも死んでいく。そして先ほどアドバイスした。さあ、もう完全東西戦終盤でございます。はい、13人目富永、さあ残り富永、ミミック、ザビが 1P チームで、2P 側は、厚刈り含めてあと6人います。さあこちらちょっとかなり抑えてるんで、そうですね、ダブルスコアになってるので、はい、さあトミニーがどこまでいけるかというところですが、ここはさすがでございます。引き上げて引き上げる。さあヒューゴ、いやーしかしその後のタック、もう盤石ですね、なんか本当。いや、1回の、まあ、あのダブル引き上げでビヨンないっつっても、まあ、その後のタグ取ったら全員ビヨりますからそうですね。さあダイヤモンド、アラジャム、トミニーは本当なんか立ち回りの安定感がすごいんだよ。ダブル引き上げとも下げて、これはスタンチが溜まってるので、はい、あ、ここはダメ、珍しくミスった。まだ上がれない、ちょっと遠かった。やばい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 ときてる、ごめーだよー、謝ったのだ、謝った。さあ見事にフラグが回収きて、死んでいきましたね。しかしトミニーゲージまだ1本ある。対してヒューゴはゲージから第3ラウンドだが、さあ厚刈り、あーミートが通る。さあ噛み合っていく、もうこれは確定か、届くのか、さすがに届かない。いやくぐる、これは届く、突き上げて突き上げる、これはしゃがみだから、デンドンからのテスト、ヒューゴはそのピオリ状態がしゃがみなんで3段めちゃくちゃ減りますね。減るね。なんか東西戦でこの2人の組み合わせってちょっと珍しい。さあさあここで出てきたのは赤い A さん、この2人がなんか東西戦に対戦するのはなんか結構珍しいような。さあかなり後半に出てきた太平さん、しかしかなり最近は立ち回りやしやがっている。あれは確定しない、わあ確定しないさあ後ろから檻が入っていく。しかしトミーのゲージがそろそろ溜まる、あー噛んで辛草が通った、これは痛い。解散はヘッドで暴れる。やっぱり今下前入れたのか、お、これはこれはある、うわー大変さん、うまい大変さん、意地を見せました。ありますね大変さん、はい、韓国をミスりつつもしっかり勝っていく。しかしあーこれはトミーが完全にあったまったが、これはおお、しょうがない。うわさあやばい、危ない危ない、ゲージ、うおあー入んない、ゲージは壊し壊して前強いっすね。ブロってもクスダイティが入んない先端だと。さあしかしゲージ状況は悪くない、ただここでカラクサが入ってしまう、単なんで追撃入ってかなり痛い。さあしかしスタンチもかなり溜まっていく、あーこれは厳しい、これは終わったか。さあさすがトミーです。いやーでも太平さんすごい見せ場ありましたね、はい、すごい、あかん。さあさあトミニーさすがのストッパーというところで、2連勝、ここで登場が本日リーダーリンゴイブキ12人目。さあまあヤバンバカは同じチームなんですけど、まあ、はいはい、今回敵同士ということでもうこっちコミュニーは分からせてほしいです。さあしっかり相手チームではなく自分チームを応援していくと。この2人あんまりやってるの見たことないけど、そうですね、この2人は特にはまあ基本ダブルアッチでやってるイメージはあるけど、そうですね、この2人はどうなんでしょうね。ただまあいぶきはその人によって結構立ち回りが変わってきたりするんで、全然違うよね、はい、ついこの間の東京にあの越してきた松下さんなんかもこの間やらせてもらいましたけど、また違ういぶきですごい独特な方でしたね。みんなもうすごいもうやってくることが全然違う。はあ、いや今のコパンうまっ、あーいやもう一回ジャンプ中継はあさ
あ、第2ラウンド、ああ怖いな今の。さあ、トミには落ち着いてゲージを貯めていく、貯めていきたいが、さあ、ターンが近い。この位置でタックルのがもう怖すぎますからね。怖いっすね、勇気がいりますよ本当に。ただまあ、いびきはちょっとダブル吹き上げが入りづらいっていうことはあるんですけど、でもトミニーの精度だとやっぱり決めかねないというか、決めかねないし、イタチも減るしね。そうですね、さあ、膝ライダー、おー、裏回りかな、おー、判断が早い、いける。そう、リンゴさんあのフォローがうまいんですよね、本当に。裏に出ちゃうのはあれ、割とやってる側も分かんないらしいんですが、その後のフォローが、うわー、怖っ。これはかからない。ここは一本半使って拒否していく、いやー、狙う。さあ、これはマジ決勝。剣で決勝。さすがのトミー。さあ、アジさん。これで並んだか。さあ、13-13並びました。これ登場はさあ、ラチコとなっちゃん、はい、ユリアンでございますが。はい、さあどうなる、前捨て投げ、チェスト、遅らせチェストって何。いや、うまいっすね、あれはなんか壊し読みの下風呂になってるのは あれですね。ああ、なるほど、うわー、厳しい、うまいっすね。いや、まあ、チェスト食らうとちょっと生チェストはちょっとどうしてもなんか反応食えちゃうんで、そこの後辛くさが強いっすね。しゃがっちゅうとか壊しチェストからじゃないと反撃がちょっとドキッとしますからね。あれ実はかなりなんか高度な連携だと思います、ここは。さあ第2ラウンド、ゲージを作ってタックルでゲージ使って押していく。はあ、さあ、くわみの位置が絶妙にいやらしいか。いやー、ユリアンもう前に出たくはない。あー、ナチンさん勝った立ち回り、しかしタンが近い。さあ、ここは投げてる、しっかり。あ、巻き込まれて、ダッシュ唐草。さあ、唐草を警戒しつつ、しかしダッシュ投げが早い。これはシンプルなタックにかけていく。いや、もう裏の裏です。最後は正面で首を絞めてきた。さあ、これは PA 付きなんでもう即死、はい、すごいですね、なんか。いやー、トミニー強い。コロスケいます。もう、さあ、ツーピングは逆転されてしまいました。さあ、ここで登場はコロ。そうですね、さあ、コロスケ副将で副将、残りコロスケもちくんの2人です。対して、富永ミミックザビトワンピガン2人。さあ、ここは止めるか大将が出てきてしまうか、どっちになるか。さっきのじ合いやってましたけど、この2人あのお互いに殴り合っていい勝負してました。、はい、そうですね、結構なんか首を絞めるか弾ではめるかの2択でしたね。そうですね、はい。さあ、ここは首を絞めていく。ここはトミニーが優勢。しかし、いやー、強えな、おい。さあ、第2ラウンド、コロがまだ、ヤギョロゲージがないのがちょっと厳しいか。さあ、いやー、ここは潰していく。下も入って、さあ、立ち台決算値がやばい。ここはさあ、あれ、裏に行かないですね。誠の方が太いので。さあ、コロがボタンを押していく。しかし、バックしてしかし、これは当たった。ボタン押してんじゃねえぞと分からした。うわ、マジか。あれ、入ってた。やりすぎていく。さすがのトミニーも苦笑い。さあ、なかなか面白い試合にはなってますが、おお。さあ、コロスケのフォロー聞いてる。おお、下段からの日輪当たって、さあ、これで分からないですね。さあ、分からないですね。弾も2本ありますからね、これ。1回多分10番入ったら殺せるまで綺麗にループいくんじゃないかな。さあ、おろし、おお。さあ、こっからもいけますね。あ、ここはちょっとフォロー引かした。さあ、オロは1本壊したぞ。もう1本貯めたいところですね。バックして、もう剣当たんねえよ今の。当たんないですよ、なんか判定が。さあ、はあ、しかし俺はあのゲージも溜まってきた。おお、ここでダッシュカラクスが入る。突っ込んでいった。おお、読んでる。まだメルト、これはしかし余裕で間に合ってる。さ
疲れです。もちくん、お待たせしました。しかし、さあ本日30人集まって大盛況の東西戦、先に大将出てきたらもちチュンリーでした。トミニーが怒涛の5連勝、5連勝っすね。さあここで大将踏みとどまれるか。さあそれともトミニーがこのまま押し切るか。 SA はトミニー同然と。さらにさあ後継トミニーはチュンリーにも普通にダブル吹き上げ決めてきますから、ね、最近ナチュラルにやるようになってきました。そうですね、確率5割ぐらいあるんじゃないかな。うわー、あー、しかし単だから痛い。これはさあナチュラルなアタックが、さあこれは繋がってない、繋がってない、怖っ、怖い、怖いぞ。しかしこれも圏内なんで迂闊に攻められない。バックステ距離を離していく。しかしお互いローリスクな立ち回り。おーし、カラジャン投げで足りた、おー削っていく。さあさすがの立ち回り、2をかけてお互い切れちまった。トミーのこのローリスクな立ち回りがうまいんですよね。このうわっ、膝でカラジャンが逃げていく。さあカラジャンが難しいの壊し、さあ剣があるんでどうしてもやっぱりカラジャンプ行動が強い。うわ怖え。さあ冷静に距離を詰めていく。さあダッシュには中足が置いてあった。しっかりフォローしてきますね、中足、中足、あ、要素からここはゲージを使わないで倒したいところですね、チュンリーとしては。あー、シンプルに来た。ハイパンチェスト、これはこれは相手のジャンプはしっかりくぐっていく。いざ、あー、EX が出ないか。くぐり徹底してます、しかし飛んでいる、EX がガードして、おーさあ大パン、絶妙なタイミングでのダッシュから草。さあさあわからない、あさあわあ危なかった。ちょっとだいぶ似合ったな、運がいいこの男、運がいいさあ勝ったのはワンピーチームでした、おめでとうございます。勝った勝った、トミニーありがとうございます。何最後ありがとうございます。悪いマジごめんあーかんを使ってなんかそっからなんか当たるんじゃないかと思ったんですけど、はい、あ、来た。さあ本日ワンピー側の勝利で、東大戦は一応一旦落ち着いたんですが、エキシビションということで残り2人残ってるので、ミミック、ザビ、両名との試合やっていきます。これで、勝った方が残って最後ザビさんとやってもらってって感じですか。はい、はい、さあ話してる間にあら1ラウンド決まってしまったさあトミーノリノリです。しかしミミックも乗るとかなり怖いプレイヤーです。怖いですね。さあさっきトミニーにマジ匂う、マジ匂ったからああいうのやめてって煽ってた側が今度はぶち殺されていくっていうさあいやー、これですわ。うわ、出ないか、うわ、埋めてさあトミニーよーいじゃあ僕は行きます。はい、行ってらっしゃい。やりたい放題だあ、でですね、ごめんさあ本日最終戦でございますエキシビジョン入りまして30名の東大戦、最後はザビバーサストミナガになりました。7連勝ってすげえもうドミニーがですね、はい、さっき あの接戦をものにしてから、はい、あの完全に間違った方向に乗ってしまってですね、なるほど、はい、あのミミクさんを何もさせずに殺しきって、あの今偉いことになってます。いやミクオジやられるか、いやこれ届くの、届かないでしょ、さすがに届かない。いいよザビさん、個人的にはザビさん野蛮白チームで、そうですね、チームメイトですからね。おー、惜しいっすね、いいよ中足熱波。さあトミニー気持ちよくなれるのか、ザビがここしっかり締めるのか。ダイヤの、おー昇竜早出し、早出しっすね今の。ただゲージはまだないが、タイパン100件、おーブロット、おー竜巻で、おーいいね今の、分かんないっすね。さ
さあ、プロも混ぜつつ、ハードメッパー。お、今のは確かに怖いところでしたね。これも怖い。これですわ。本当大助かな。いいよ、ザビさん。割と普通にザビが勝利。勝ったのはザビ、ザビでございます。はい、エキシビジョンもこれで終了です。本日の東西戦、ここまでとなります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、というわけでですね、流れ